三液とは、古代中国における毛を用いた占いの書である連山、寄贈、収益の総称。三液に言及した文献としては、主来瞬間に、大木という管理が三丁点三液、三無の方を司さどり、三液とは連山、寄贈、収益であるとするのが、最も古い。毛に八毛があり、それを二つ組み合わせた六十四毛がある点では、全て同じであるとする。 なお蝶は、喫光重骨などにできるひび割れで占うものである。簡単、心論によれば連山は八万字、寄贈は4300字があったという。漢女芸文詞は、連山、寄贈を載せていないが、後に、寄贈のみ出現した。精神の純次へによる、目録、中継神母に、寄贈が載っており、この頃世に現れたようである。随所、旧当女、新当女とも、 寄贈を十三巻とするが、僧には、処刑、本、目どぎ、聖母の三編しか残らなかった。その後、完全に滅んだ。主来に言う寄贈と、進む以降実在した書物の寄贈が同じものであるか、どうかは不明である。当の後営脱は、春秋佐伝、上皇九年の書で、連山、寄贈は早く滅んでおり、世に行われている、寄贈は偽書であるとした。なお、 連山の方は、新東女に、連山十巻、芝幼虫と見えるが、詳細は不明である。随所によると、龍が連山駅を偽造したことがあるという。新の馬国館、玉箱山房集一緒に、書書が引用している、連山、寄贈が集められている。1993年、湖北省広陵県の大慶大神保から、新大の駅に関する地区館文書が出土したが、 馬国間の集めた寄贈と共通する部分が多かった。五間の都市春は連山を不次のもの寄贈を皇帝のものとしたが、提言は夏、陰のものとした。これを受けて、候補静は夏は炎帝によって連山と言い,い、陰は皇帝によって寄贈というとしている。また連山、寄贈は三皇の書という三分である灯され、 フっつが初めて発見を描いて、処刑を作り、それまでの欠場の性に変えたと言われる。伝説では漢字を作ったのが、皇帝の進化である宗決とされるので、文字発明以前の書物ということになる。帝章、通詞は、古三文書に基づいて、フっつの書、連山、新郎の書、寄贈、皇帝の書を、羊猿犬とする。しかし、古三墳は、そになって、 初めて出現した書であり、通常は義書とされる。連山、寄贈の内容は、主来に、その教家は未七八、その別は未七六十四とあることから収益と八家、六十四家を共通するとされる。その違いは、首家を収益が犬居とするのに対し、連山が牛虎、寄贈が羊猿とすることだという。また、収益が変更を見るのに対し、連山、 寄像は、普遍の項を見る点に違いがあるという。壮大になると、不次の作ったとする発見、64家の次女や方意図が作られ、これを先天図という。連山、寄像に関しても、先天図と同じ原理で次助と法意図が作られた。すなわち発見について言えば、それぞれの首毛の一番上の項の音明を反転させ、 そこでできる2家の上から2番目の項の恩名を反転させ、さらに以上の4家の上から3番目の項の恩名を反転させていくという順である。こうすると、先天図は、健康心辰巳管理牛虎直し、連山は、牛虎羊猿辰巳管理神犬直し、寄贈は、羊猿牛虎間、辰巳真理、直し犬となる。そして、首家を馬に置き、節け伝の 天地定位、山沢通気、ライフーアイウス、スイカ不装者に合わせて、犬イイと羊猿、牛虎と直シ真と、カントリが相対する方位に並べていくことで、法イ図が導き出される。以下がその八家法イ図である。六十四家の事情及び方位も、同様の原理で導き出される。ありがとうございます。